まあちょうどですね、短いユーストばかりで、ちょっとしたチップスのですね、ユーストをやってみたいと思います。というのはですね、カメラを調整していると、距離計カメラでもそうなんですが、無限遠の調整をするときなんかにこう、像を見るんですけど、僕みたいに目悪いとですね、もうなんかピントがよくわかんない。で、そういうときにですね、まあ、カメラの後ろにこういうマグニファインダーっていうのをですね、つけてですね、今、ちょっと例が悪いけど、こういうところの後ろにですね、こうくっつけて、像を拡大する装置。これ各社自分のファインダーの形に合わせてですね、発売されてるんですが、修理するカメラに合わせてこれ買ってたんじゃ、やってらんないですしね。で、これたまたまこの間中野の富士屋カメラ行った時に中古で1500円で、1300円か、で売ってたんで、ニコン用の買ってきました。だからカメラに、まあ、無理してですね、輪ゴムとかでくっつけたりはなんか工夫すればいいんですけども、まあ、ちょっとしたヒントがですね、この時計の修理なんか、あれ、これ、今、に使うですね、ルーペあるんですよ。こういう目でこう、引っ掛けるような、ルーペよく見たことあると思うんですが、最近はこういう輪っかがついてましてですね、あれ？逆か。こういうふうにですね、拡大鏡をつけて、こう手元で操作しますよね。時計作り。で、普段はこう、ここに置いとくと。で、ちょっとこう振っても落ちないんで、また必要な時にパッてやって、作業して、パッて上げると。で、まあ、これをですね、できないかな さっきのに。ところがですね、こうやっぱりこう、こう意外に難しいですよね。作るの。ちょっといろいろ考えまして、この間100円ショップに行ってきた時にですね、こういう、伊達メガネっていうのを買ってきました。ね、100円なんですけど、これですね、こうよーく見るとこう、伊達メガネなんで度が入ってないんですが、プラスチックレンズだったんで、これをですね、こうくり抜いてみました。ここのとこ。わかるかな？くり抜いてみました。でですね、こう丸くくり抜いておいて、さっきのですね、マグニファインダーをこうつけて、まあこれだけでもいいんですけどね、こうやってやると安定するのでですね。で、こう、見ればいいんですが、ただこれ、視度を調整するっていう、要するに原理としては望遠鏡なんで、視度調整っていう機能で、ここに当然、ピント調整が入ります。視度を合わせるっていうよりもピントを合わせるように、ですからこう、グラグラしてるとですね、やりづらいんですね。で、こういうですね、今日、ちょっと東急ハンズ寄ってきて、こういう水道の補修パーツにオーリングとかですね、あったんで、まあそういったこういうオーリングとかを組み合わせてですね、まあこれをこう、さっきの、伊達メガネのこのガラスの部分をですね、にこう、くっつけて、これを固定しちゃえばいいんじゃないのって思ってですね、やってみたところ、大変具合がいいので、で、顔の方に固定されますから、別にニコンのカメラだろうが、キャノンのカメラだろうが、距離計だろうが、一眼レフだろうがですね、どんなカメラでも、こう、ちょっとこれちょっときつすぎたかな。ちょっときつすぎちゃったかな。もうちょっと大きいゴムでもよかったか。まあこの辺はですね、100円ぐらいのゴムなので、いくつかこう買ってきといてですね、ちょうどテーパーがあるとかでダメか。組み合わせていただけると、いいんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと手こずっていますが、今日はなんか、アクシデントが多いな。水道用パーツとかですね、これ今、オーリングでですね、
これを固定してあげると、それですね、ただこれね、最初やってみたら、えらい難しいんですよ。こっちの方がいいか。それで、要するにですね、望遠鏡で見てますから、カメラが目の前に来たときに、ファインダーにちゃんと覗けないんですけど、それはですね、こう指、手探りで、キュ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 ってやっちゃうとですね、まあ、要するに慣れの問題。あれ。ちょっとですね、頭で考えているよりはうまくいかないんですが、これね、微妙にこうガラスがこう、なんて言うんだろう、あれになってるんですよ、こう、なんて言うんだろう、球面に、そこにこうテーパーの接眼がはまりますんで、ちょっと難儀してますが、あんまりこうやるといかんじゃん。あ、ちょっと、今度こっち押しすぎちゃった。こんな感じですかね。こうゴムとゴムとでこう押し合うようにしてくっつけておくと安定してきますので、ちょっとですね、この辺は、もうちょっとピタッと、やってみたいと思います。でですね、これでですね、まずピントで、大体この普通のカメラっていうのはですね、像が、あれ？なんで回んないのか。2メートルぐらいのところにあることが多いので、それをちょっとですね、大体大まかに合わしといて、で、この手でですね、こう探っていくんですよ、こう、ファインダーの位置を。例えば、まあ、こういうカメラがありまして、カメラのファインダーってこう、だいたい出っ張ってますんで、ここをこう手で持っておいてですね、この先っぽと指でこう合わせてあげると、ファインダーにこうピタッと持ってけますんで、そしたらですね、こうピントを合わせてあげればいいと。で、この時点でさらに、微調整します。こう、ピントを。で、フォーカシングスクリーンがバッチリ見えてれば、こう拡大して、見えますので、まあですね、ちょっとした遊びのヒントなんですが、これですね、作っておいとけば、いつでもですね、こういうふうに見れますので、なかなかですね、目悪い人には非常に便利だと思いますので、まあ、つまんないアイデアなんですけども、やってみたらいいんじゃないかなと思いました。